ちは、ムックとかですね、X 杉並っていうコピーバンドとかいろいろでギターを弾いてます、ミヤです。今回はポジティブグリッドさんのバイアスミニを弾かせていただけるということなんですけれども、今回はですね、ソフトウェアを使っていろいろカスタマイズとか音を作りながら紹介していければいいかなと思ってます。じゃあまずクリーントーンなんですけど、自分がクリーントーンで使うことが多いのが、まああとリアスターとかどこにでもあるので JC120 みたいなモデルがあります。RC120 ってモデル、これがもうプリセットのモデルで、今どんな感じか弾いてみると、まあこういう割と素直なというか、あの実際の JC アンプよりもっと素直な音がしてる感じがするので、これを自分がまあ例えばムックのサウンドでクリーントーンとして使うんだったらどんな感じに変えていくかなっていうのを、今からいろいろこのアンプの内部までプリアンプ、パワーアンプ、トランスフォーマー、あとまあキャビネットまであるんですけど、この中に入っていってちょっとカスタマイズしてみたいと思います。こういうソフトウェアでやるんで名前が変えれるんです。なので分かりやすいように120ミヤっていうダッサい名前にしてみました。ちょっと違い分かりますかね。さっきより何ていうんですかね、実機の JC120 にちょっと近いかなっていう感じがすると思うんですけど、自分が何をカスタマイズしたかっていうとですね、まあもちろんこの辺の EQ つまみ、やっぱりソフトウェアベースのアンプシミュレーターなんで、実機と同じつまみにしたら実機と同じ音が出ますよとは言いません。ただやっぱり系統が分かりやすく似てる音が出るので、すごい使いやすいかなとは思います。でまあつまみは割とベースが上がり気味で、プレセンス下がり気味、トレブルベースは真ん中よりちょっと上がってますね。実機だとここまでこういう感じに上げることはあんまりないかなっていう感じがありますけど、まあこのソフトウェアのこのコントロールの特性かなと思って、そこはそんな気にしないでやってます。それでそのこの JC の音色作りで一番このソフトウェアの中で面白いポイントが、 JC120 っていうのはトランジスタアンプなんですよね。トランジスタアンプっていうのは要はアンプに入ってる、要は後ろに入ってる真空管が入ってないコンパクトなサイズの真空管じゃない方式で、まあ音を出すアンプのことなんですけど、やっぱりトランジスタアンプ、トランジスタってやっぱりその音が硬いとか音がすごくタイトとか真空管にあるようなあったかみがまあないとも言えるんですけど、このパワーアンプ部分、これそうなんですけど、ここでもともと JC っていうのはこのソリッドステートっていうのがあるね、トランジスタのことなんですけど、でこれでパワーアンプ部分を変えれるんですよね。でそれをパワーアンプ部分だけ JC120 トランジスタアンプなのにパワーアンプ、真空管パワーアンプにしてしまおうっていうことがここでカスタマイズできる。まあ結構楽器好きな人は分かると思うんですけど、結構マニアックなカスタマイズなんで、まあ JC だけど JC の音が好きだけどちょっとふくよかさが足らないなとか、そういうふうに僕は思ったので、パワーアンプ部分を真空管タイプにして、で面白いのが真空管を変えれるんですよね。
こういう見た目もすごいいいし、でありえない設定に俺はしてるなって自分でも思ってるんです。 JC なのに真空管で 6L6 っていう、いやメサブギーのレクチファイアに使っているようなでっかい缶を使ってるってとこがポイントで、はい、クリーントーン JC はそんな感じで、まあ僕の特徴的なギターといえば、まあ、7弦でズンズンした歪みの音なんで、まあ中に入っているアンプの中で一番自分が今使っているアンプに近いというかドンピシャで入ってたのがメサブギーのトリプルレクシファイア、トリプルレクシファイアとは書いてないんですけど、レクシっぽいやつのまず今プリセットですね。こういう感じ。ぶっちゃけ実機のレクチにキャラクターは似てるんですけど、結構暗めにプリセット音作ってあるんで、ここはちょっと自分の音に近づけていきたいと思います。またダッサイミヤメサって名前にしました。アンプの機能を紹介する前にまず素晴らしいなと思った機能があったんで紹介したいんですけど、ノイズゲート、僕みたいにこうエフェクターいっぱいこうつなげて弾くと、やっぱりこういうふうにノイズがどうしても環境によっていっぱい乗ってしまうことがあるんです。でノイズゲート機能があって、ノイズゲートって要は弾いてない時の音を静かにする機能なんですけど、普通のノイズゲートだと結構音が悪くなったりとか、その弾いてからノイズゲートがかかるまでのタイミングがいまいち良くなかったりとかするんですけど、この辺に入っているノイズゲートはすごい反応が良くて、で減衰もいやらしくない、いきなりなくなるんじゃなくてヒューって綺麗になくなってくるんで、これはまずおすすめ。ハイゲインアンプ使う人は多分特に分かると思うんですけど、やっぱ原因結構上げてるんでブーっていうノイズが乗ることが多くて、だからこれすごいおすすめでですね、まあいろいろこの辺のつまみをいじってみたんですけど、とりあえずこのレクチファイヤーに関しては自分が使っているレクチファイヤーのつまみと同じです。今この見た目唯一違うのはフレセンスがちょっと上がり気味になってるかなぐらい、だいたいゲインが10時ぐらい、ベースミドル、まあこれぐらいですね。フレセンスの感じだけちょっとは実際のアンプと違う感じがしたんで、ちょっと実機より上げ目になって、実機だとフレセンスこんな全然上がってないんですけど、こういう感じで、でまあパワーアンプはメサブギーといえば 6L6 がいっぱい入ってる迫力のあるサウンドっていうのがまあ特徴なんですけど、この中で今回メサで自分の音に近づけるためにやったことは、このトランスフォーマーっていう、またこれマニアックな部分なんですけど、パワーアンプの後にまたその音色のキャラクターを色付けする部品っていうのが、で俺はデフォルトじゃないファットスタイルっていう一番でっかいタイプのトランスしました。これトランス変えるとこれぐらいキャラクターが変わるんです。だからファットトランスはこの歪みのヘビーなサウンドだから合うんですけど、逆にさっきのみたいなクリーントーンタイトな音にはファットスタイルだとちょっと音がぼやけてしまうので、
もうちょっとちっちゃい、まあ本当でかくなったら音が太くなるみたいなぐらいの感じで覚えてもらったら面白いかなと思いますね。あとはこれはソフトウェアで面白いのが、まあどの大体ソフトウェアにもついてるマイキング機能、マイク実際どんなマイク立てますかみたいな。僕の場合は実際に使ってる普段レコーディングで使うマイク2本、 SM シュアの SM57 とセンハイザー MD421 のミックスにしてみたら結構これがまあ似てて面白いですね。でここで本当に実際撮ってるマイクみたいにフェーダーがあって、そのマイクのミックスバランスを変えれるんで、ここ結構重要かなって、自分の音に近づけるって意味ではっていう感じですかね。もう一つ紹介します。自分も実際に持っていて、ライブではそんなに使わないんですけど、レコーディングでは結構使ってるオレンジアンプ風なアンプで、これは今回ちょうど明日マッドカプセルマーケットのコピーバンドでライブがあって、でそれのこの前リハーサルをして、これバイアスミニでリハーサルをしたんですけど、オレンジをコンパクトの歪みを前に挟む前提で音を作って、その前にコンパクトエフェクターを挟むっていう前提で作ったオレンジアンプだから、ちょっとクランチクランチ気味の、アンプなんですけど、これでもうちょっと歪みを足して、コンパクトで歪みを足して、アンプシミュレーターってアンプ自体で出す歪み、ハイゲインで歪みは良くても、頭にコンパクトエフェクターを挟むとあんまり良くないなっていうものも結構多いんですよ。バイアスはそこのストレスは結構ないですね。まあゼロに近いというか、本当アンプの実機に一番メサブギーより JC より結構オレンジが一番似てて、すごい使いやすかったですね。しかもこれ明日のライブでこのまま使うんで。で、オレンジアンプ、そうですね。まあいじったポイント、は今さっきまでと結構似てはいるんですけど、なんかこれミディもついてて、まあこういう風にコントローラーを持っている人はミディで自分の好きなアンプを音色ごとに切り替えられるっていうのが結構面白いポイントだと思いますし、まあこうやって名前を付けれる。だからレコーディングとかで実機でね、1台のアンプといろんなアンプでやってるよりは保存しておけるので、まあ、こういうデジタルの強みとしては再現性がすごいあると思うんですよね。レコーディングでこの曲でこの音で弾いた音をライブでもそのまま再現できるっていうのがすごい面白いところでもあるし、名前も付けれる、まあなんならこのパネルも別に見た目もカスタムできるみたいなんで面白いです。すごくなんだろう、もうなんかシミュレーションっていう領域を超えるんじゃないかなっていう気がしますよね。細かくやれることで実機のアンプでできないなんか結構ことがすごく可能性があるんで、そこがすごくいいポイントだと思います。だから実機のアンプとより比べてっていうことではなくて、もうこういうアンプとしてすごい素晴らしいんで、まあのめり込まないとちょっとあれですかね、ハードルは高いのかなって、できることが多い分、このアンプ単体ではすごくいい音をしていても、例えば僕はバンドマンなんで、バンドに入った時にどんな馴染み方をするとか、 P
PA から爆音で出した時に実際のアンプと比べてどんな音が出るとか、そういうところを比べられる環境があったんで比べてみたんですけど、なんか代理店の人は中身はそのバイアスラックと基本変わらないっていう感じなんですけど、バイアスラックよりよりなんか音が使いやすくなってる感じのイメージがあってすごく良かったです。でパワーアンプ付きでこのサイズなので、まあ、写真見てもらえば分かるようにすごい本ぐらいの結構軽いんですよ。結構軽いんで持ち歩きもしやすいし、あとあのパワーアンプアウトからアンプで出力した音とこのラインアウトっていうキャビから鳴ってない、要はこのポジティブグリッドさんが開発したアンプキャビネットシミュレーターを介したラインアウトの音っていうと、ここ結構ギャップがあることが多いんですけど、昨日レコーディングで試してみたんですよ。自分はアンプの音をモニタリングしながらレコーディングする、レコーディングの要はプロトゥースの方にはラインアウトが録音されて、まあせーので撮ってたんでドラムとの音とかも被らないようにそういう風に分けたんですけど、逆に自分がキャビで聴いてる音よりいいイメージだったんで、すごくそこが素晴らしい、そのレコーディングとかそういうなんか制作環境で使うっていう意味ではすごく良かったです。まあ、キャビネットシミュレーターの出来がいいっていうんですかね、はい、まあ、何回も言いますが、シミュレーターアンプシミュレーターいっぱいあるじゃないですか。なんかねイメージ的に、まあ、使ってるいろんな友達とかも周りの友達とか僕の周りですけど、やっぱ激しめの音楽をやってる人が使ってることが多いんですけど、そこが多分フューチャーされがちっていうか、すごく荒いハイゲインな歪みが得意なアンプだとちょっと思われると思うんですけど、意外とクリーンとかクランチ突き詰めていくとすごい普通に使えるっていうかいいので、なんかもうちょっとね、いろんな人に使ってもらいたいなっていうところと、他のシミュレーターより潔いです。つまみも少ないし、後ろのセンドリターンも普通今の時代のアンプシミュレーターだったらセンドリターンオンでき、オンオフできるみたいな機能あると思うんですよ。これないんですよね。アナログのセンドリターンだけで、まあアナログとかのインプットアウトプット、そこに結構ちゃんと力を入れてこだわって作ってるから音がいいんだなっていう気もしますし、そこに手を抜いてないっていうところはすごいいいポイントだと思います。今回はですね、ポジティブグリッドさんのバイアスアンプミニ、バイアスミニです、ね、バイアスミニ今回はポジティブグリッドさん言いづら